今日は言語を習得する、えー、人間が習得するのはどのようにして習得するのかというのを一応読んでいきたいと思います。これはあの小さなお子さんには難しいし学生さんでも大学生くらいにならないとよくわからないと思いますので聞き流しておいてかまいません。ただこの日本語も英語も聞き流すということはすごい大切なので。 インプットが大切って、これ今言語を習得する中で言ってますけれども、小さいお子さんでも言語を習得するときにはインプットが必要です。意味のない言葉をばーって言われても、多分インプットにならないっていう人もいるんですけど、私はなると思うんですね。小さなお子さんは、えっと、まあ、向こう向いてても、それから、えっと、他のことやりながらでも、 からうサさいンは他の音がしてても全部音を聞き取っててある程度何らかの意味合いで吸収していると思うんですよ。ですから、えっと、よそ見してるからって言って、えっと、汚い言葉を、えー、おやあの親や大人が使っていると子供は学んでしまうっていう気がするんですね。えっと、それから学生さんは、えっと、これできれば一緒に読みましょう。えっと、ここにね生物学的基盤とか難しい言葉ありますけれども えっと基,盤かな基盤とかね遺伝的素質とかありますけど、えー、分からない言葉でも口に出すことによって一応頭に入りますから後でその言葉の意味を知った時になるほどあれはこういう意味なのかって分かってその時に記憶が確定します。で記憶が確定するためにはもともとその音を知ってないといけないので、えー、そこで覚えようと思っても確定しないんですね。 一回頭の中で、えー、なんだわか,かんないけど、そういう音があると。分かった上で意味がわかるときに、えー、かなりのインパクトで覚えることができるので、効率的なんですよ。ですから、まあ、できれば一緒に読んでもらいたい。それから興味がある人は一緒に私についてきてくださいね。じゃあ、日本語から読んでいきましょう。時間的にどうかなもしかしたら足んなくなっちゃうかもしれませんけど。ここからいきます。せーの。人間が言語を習得する過程は、 生物学的、認知的、社会的要因が複雑に絡み合っています。以下は主要な要素とプロセスの概要です。1、生物学的基盤。遺伝的素質。人間は言語習得に対する遺伝的素質を持っており、これは言語能力と呼ばれることがあります。これは全ての人間が共有する言語的原則の存在によって裏付けられています。FOXP2、えー。Fox FOXP2 遺伝子を含むいくつかの遺伝子は言語発達において重要であり、言語と関連する神経経路に影響を与えます。脳の構造。ブローカー領域やウェルニッケ領域、あ、これ聞いたことある、ウェルニッケって。領域など特定の脳の部位は言語の生成と理解にとって重要です。脳の神経、これか、 仮想性だったっけ読み方わかんない。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと、ちょっと止めて調べるからね。はい。仮想性です。<laughs> はい。プラスティックっていう感じかな。英語だとね。言語を学ぶにつれて神経回路が適応し、洗練されます。認知的プロセス。臨界期仮説。 幼少期の特定の時期、言語習得が最も自然に効率的に行われます。この期間は一般的に出生から思春期までとされています。この時期には脳が言語的な入力に特に重要的であり、子どもたちはより容易に、そしてより高い習熟度で言語を学ぶことができます。これはもう英語を教えていてはっきりわかります。認知的発達。 記憶、注意、パターン認識などの認知機能が言語学,言語学習に重要な役割を果たします。子供たちは言語的な入力を分類し一般化することで文法や構文についての抽象的な規則を形成します。3. 社会的相互作用。養育者からの入力。養育者は母親語や子供向けの話し方を通じて 言語的入力を提供しますこれには高い声音成長、えー、誇張されたイントネーション簡略化された語彙と文法が特徴ですこの種の話し方は子供が言語構造を識別し音韻や語彙の知識を発達させるのに役立ちます社会的相互作用と模倣社会的相互作用は言語学習に欠かせません 子供たちは会話に参加し他人の話し方を模倣することで言語を習得します。子供と養育者が同じ物体や出来事に集中する共同注意は、語彙の習得や参照的コミュニケーションの理解を促進します。言語習得の段階。4、言語習得の段階。全言語段階。0から12ヶ月。入児は、 音を実験し、発音に必要な運動機能を練習するために、クーイング。これ英語では、そうだな、うーん、うーんとか、はぁ、はぁみたいな感じ。バブリング、これ、ブル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 みたいな感じ。<laughs> バブリングってあの慌ってみたけどね。クーってなんか、あの犬がクンクンって鳴くような感じかな。あるいは、い鳩みたいな、鳩鳥,鳥がなんか、はぁ、はぁみたいな言うやつかな。を始めます。生後6から9ヶ月には、乳児は、 母音の音韻特性を認識し反応するようになります。一般段階、12から18ヶ月、子供は単語を話し始めます。これらの単語は主に名詞や物や人のラベルです。人,のラベル人にまあラベル付けするっていう感じね。これらの単語は一文の意味を伝えることができます。ホロフレーズの話し方。 多分この意味はあの、えー、単語1個で一文の意味を伝えられるってことだろうね。例えば、えー、ご飯とっていうと、ご飯食べたいっていう文章を伝えられるってそういうことでしょうね。2語段階、2語。あ、なるほどね。2語で今度、18から24ヶ月。子供は2語を組み合わせ、簡単な文を作り始めます。くっきー欲しい,いや大きい犬のような表現です。 これらの組み合わせは基本的な構,図構文構造の理解を反映しています。伝法的話し方24から30ヶ月。話し方がより複雑になり、子どもは複数語の文を作り始めますが、重要でない言葉を省略することが多いです。で、講演に行きたい。えー、後期発達30ヶ月以降。 語彙が急速に拡大し、子供は自制、複数形、否定など、より複雑な構文構造を理解し始めます。5歳までには、ほとんどの子供が母語の基本的な側面を習得しており、語彙やより洗練された言語技能は引き続き発達し続けます。言語習得の理論。これが大切ですね。英語学習にね。正徳論。 ノーム・チョムスキー人間は生まれつき言語習得装置 LAD を持ちこれが言語習得を学ぶように促しますすべての人間の言語には普遍文法が存在し言語的な入力に触れることでこの制得的知識が活性化されます学習理論今の理論とはちょっと違った理論ねこれはね B.F. スキナー 環境要因と強化の役割を強調します。子供たちは模倣、反復、そして養育者による正しい仕様の強化を通じて言語を学びます。相互作用主義理論。レフ・ビゴツキー。この理論は何だろう、相互作用だから一緒になってるんですかな。言語習得は社会的相互作用とコミュニケーションの欲求によって促進されると提案します。あ、なるほどね。 認知発達と環境からの言語的入力が一緒になって言語学習を促進します。認知理論ジャン・ピアジェ。言語習得を認知発達段階に結びつけ子どもが認知能力を発達させるにつれて言語を習得すると主張します。要約すると言語習得は生物学的な要因認知発達社会的相互作用 および環境からの入力が影響する多面的なプロセスです。このプロセスを理解するには、言語学、心理学、神経科学、および社会科学など、複数の分野からの洞察を統合する必要があります。という感じでしたね。じゃあ、絵も読んでいきましょう。Humans acquire language through a complex interplay of biological, cognitive, and social factors.Here is an overview of the key Components and processes involved. 1. Biological foundations. Genetic predisposition. Humans have our genetic predisposition for language acquisition, often referred to as the language faculty. This is supported by the presence of universal grammar, a set of linguistic principles shared by all humans the foxp2 foxp2 gene among others is crucial for language development affecting neural pathways involved in speech and language brain structures specific areas of the brain such as broca's are area and uh, wernicke's area are critical for language production and comprehension. neuroplasticity, second, <laughs> neuroplasticity in the brain allows for the adaptation and refinement of neural circuits as language is learned. Cognitive processes. Critical period hypothesis. Hypothesis there is a crucial period during early childhood when language acquisition occurs most naturally and effectively. This period is typically considered to be from birth to around puberty. During this time, the brain is particularly receptive to linguistic input, and children can learn languages more easily and with greater proficiency. Cognitive development, cognitive abilities such as memory, attention, and pattern recognition play a crucial role in language learning. Children learn to categorize and generalize linguistics input forming abstract rules about grammar and syntax social interaction input for care caregivers caregivers provide linguistic input through mother 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 is Japanese mother is これ発音何でしょうねこれさっきあの母親語ってありましたけどね。ちょっとこっち見てみるね。えー、一回止めてみるね。これは motheries ですね。母親語。母親が子供に話しかけるときの子供っぽい言葉。あるいは子供が、えー、っと話すとき、一番最初の頃話す。あの多分車をブーブーって言ったりする。そういう感じかな。多分ね。motheries です。はい。or a child. directed speech, which is characterized by higher pitch, exaggeration in exaggerated intonation, and simplified vocabulary and grammar. This type of speech helps children discern linguistic structures and develop phonetic and lexical knowledge. Social interaction and limitation. Imitation. Social interaction is essential for language learning. Children acquire language by engaging in conversations and imitating the speech of others. Joint attention. Joint attention, where a child and caregiver focus on the same object or event facilitates vocabulary acquisition and the understanding of referential communication 4 stages of language acquisition pre-linguistic stage 0 to 12 months infants begin with cooing and babbling experimenting with sounds and practicing the motor skills Required for speech. By around six to nine months, infants start to recognize and respond to the phonetic characteristics of their native language. One word stage, one, 12 to 18 months. Children begin to produce single words, often nouns or labels, for objectives and ob objects and people. These words can convey whole sentences these words of meaning hollow phrase phrase for hollow phrase phrase hollow phrase speech two word stage 18 to 24 months children start combining two words to form simple sentences such as one cookie or big dog these combinations reflect an. Understanding of basic syntac syntactic syntactic structures. Telegraphic speech twenty four to thirty months. Speech becomes more complex with children producing multi word sentences that resemble telegrams, omitting less critical words. That is, for example, want to go back I'm not, want to go back want to go back <laughs> later development 30 to 30 plus months vocabulary expands rapidly and children begin to grasp more complex grammatical structures such as tenses plurals and negations by age five most children have acquired the fundamental aspects of their native language, although vocabulary and more sophisticated linguistic skills continue to develop. 5. Theories of Language Acquisition Nativist Theory Noam Chomsky uh, proposes. That humans are born with an innate language acquisition device (LAD) that predisposes them to learn language. Universal grammar underlines all human languages, and underlies underlies all human languages. And exposure to linguistic input activates this innate knowledge. Learning theory. B.F. Skinner emphasizes the role of environmental factors and in reinforcement in language learning. Children learn language through imitation, repetition, and reinforcement of correct usage by caregivers. Interactionist theory. Lev Vygotsky suggests that language acquisition is driven by social interaction and the desire to communicate cognitive development and linguistic input from the environment work together to facilitate language learning. Cognitive theory, Jean yeah. Piaget, uh, uh, links language acquisition to cognitive development stages asserting that children acquire language as they develop their cognitive abilities. In summary, language acquisition is a multi multi ah, multifaceted multifaceted, multifaceted process, Influenced by biological predispositions, cognitive development, social interactions, and environmental input. Understanding this process involves integrating insights from multiple disciplines, uh, including linguistics, psychology, neuroscience, and social sciences.